ミステリーでこんな感じの方がさ、こんばんは。ここからが後半戦ライブモード、ホワイト。今回ね、こちらライブモードホワイト、前半戦でね5連チャンしてるから、何連チャンするか一緒に見ていきましょう。ライトミドル台だよ。そうそうそう、今回ねこの台で歌われてる歌声っていうのは2005年に収録したバージョンらしいですよ。なんでね CD とかねレコードとかの音源じゃない。そうだよね、少女 A とか、あとやっぱりデザイアとかさ、なんかさ全ての曲がさ、なんか同じぐらいな歌声じゃん。だから2005年にこういうねパチンコのためにね収録し直したやつだと思われますね。でもそれでもさ、もう17年前だからね、そういうの踏まえて一緒に見ていきましょう。これ熱いよね、 The Best Legend。 そしてしかもさ、保留緑も待ち構えてるから、ワクワク。では歌っていただきましょう。スローモーションデビュー曲、中森明菜 With Fight で。不意に背筋を抜けて、恋の予感甘く走った、出会いはスローモーション、恋の速度を緩やかに。苦しい、苦しいよこの歌、苦しい裏声でね高く歌えばね歌えると思うんだけど、苦しいそうそうそう、女の人の歌ってさ、男の人さ前上げの方がさ歌いやすいって知ってた？基本的に男の人が声高いみたいだよ。はい、ではね続いてのこちら、ようこそこちら緑ね、スタンバイ中。さあ何が来るかな。そうだ、俺が歌ってないバージョンもアップしてます。白黒とかね、そういうのねナレーションなしバージョンだから、そっちでねゆっくりね、明菜ちゃんのね歌声聞いてくださいね。ではこちら歌って歌って歌いまくり、北ウィングいきたいと思います。ラビザミステリー、私を呼ぶの愛はミステリー、不思議な力で、ドゥルドゥルドゥドゥドゥルドゥルドゥルドゥドゥルドゥルドゥルドゥ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 、映画のこんな風になるんじゃないの。なのにずっと歌い続けちゃってる。見ていきましょうおふざけしました、申し訳ございません。ラスト1枚、さあ来い、さあ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 、はいはい、来なかったここに来て来ないの、なんやねん。緑行っちゃいました。さあ続いて何が来るか、まあ次のリーチ来るまでね、またちょっとした話していきたいと思います。今さ、そういえばさ、香川照彦さんがさ、もう3年ぐらい前の話、ホステスだっけ、掘り返して、なんか今番組降板、ちょっと待って、熱くね、話そうとすると熱くなる話させてください。でも一緒に見ていきましょう、何だったら一緒に歌いましょう。はい、こちらはしんみりとナンパ戦、歌って歌って歌い続けろ、一緒に行きたいと思います。 With you、 一緒にだよ。そんな強がりを言ってみせるのは、あなたを忘れるため、寂しすぎて壊れそうなの、私は愛のナンパ船、折れた翼広げたまま、あなたの上に落ちて行きたい、海の底へ沈んだなら、
泣きたいだけ抱いてほしい。俺ちょっとなんかずれてる、気持ち込めて歌ったらずれましたけど当たりましたということで、皆さん一緒に歌ってもらいましたでしょうかということで、はい、俺がこうやって歌ってるの邪魔だったら、俺歌ってないバージョンぜひともそっち見てね。お送りした曲は中森明菜でナンパ戦、2005年バージョンでした。俺が歌ってね、台無しだけどね。はい、ということで無事にね、こちらなかなか10ラウンド出なくね、そういえばね、こちら ST 中 51% 10ラウンドなのに5回連続こちら歌姫ボーナスです。まあね、当たってるからいいや。では続きまして、こちらまたホワイト行きたいと思います。この中のね、ミーアモーレをね、ぜひとも歌いたいんだよね。お前が出てくるなっていう話でございますよね。はい。だけど、今のところさ、ほら、ここ見て。連続。ねえ、10ラウンド欲しいよ。だからさ、出玉もそんなにいってなくね。3648ですね。なんかこのホワイトにしてからさ、このスローモーションとさ、今ナンパ戦でしょ、で北ウィング、この3つしか見てございませんね。はい、だから今回はちょっとミーアモーレを狙っていきたいと思います。狙って出るもんだったらいいけどね。ただスローモーション本当に歌えません、歌えません。お、これちょっとね、はいはい、まあリーチにはなるでしょうね。一緒に見ていきましょう。さあここでスローモー、お、こんばんは、こんばんは、ようこそ、ようこそ、あなたは、はい、ようこそお越しいただきました。ナンパ戦でございます。またナンパ戦です。ではまた私歌っちゃいます。そんな強がりを言ってみせるのは、あなたを忘れるため。壊れそうで怯えているの、私は愛のナンパ戦。歌詞ね、ちょっと覚えてない。目つぶって気持ち入れたら歌詞間違っちゃいました。あれ、プレミア、これ復活、あれ違うの、なんやねん。今さ、シャッター左上はさ、セカンドラブじゃなかったね、スローモーションじゃないんだね、あれ全員ね、そういうこと。今あのシャッター閉まった時にね、いたキャラクター左上はね、そう、今回ホワイトの場合はそこそうなってるんだね。プレミアムのセカンドラブだから勘違いしちゃった。そんなとこみんな見てないよね、よくね。スローモーションじゃないんだね。ということでね、これまたナンパ戦じゃなくて、ぜひともね、ミーアモーレ、お、来ましたね、アモーレちゃん。ちょっとほら揺れてますね。なんやねんなんやねんって言って、はいって言ってね、そうだそうだ、香川照彦さんの話で、朝ね、俺ね、母親をね、5時頃からね、ほらほら寝返り打てないからさ、もうしょっちゅうしょっちゅう見てあげるね、夜中でも朝でもね。で5時頃もうテレビつけるとやってんの、ザタイムってやつかな、朝5時頃からだよ、5時過ぎ。それで月火水木っていうのはさ、安住さんがやっててさ、金曜日がさ、その香川さんなんですよ。それで俺ね、その金曜日よりもね、安住さんの方がね、なんとなく朝のね、シーンとしたところにね、心地よい感じですごい好きだったんです、好きなのね。それが金曜日になるとね、香川さんでね、なんかやだなと思ったの、なんでこの人なんだろうって。そしたらね、降板しちゃった。俺って、ね、なんかね、そういうね、やだなって思うとね、その番組がね、終わっちゃったりね、降板しちゃったりするんですよ。そういう力あるのか、たまたまね。はい、でもね、本当に最近ね、テレビ見ててないんだよ、この人やだなとか、そんな風に強く思ったことないんだけど、その時だけ思ったんだよね、つい先週ぐらいだよ、やだなって。で先々週か、そしたらさ、その次の週の金曜日になんか謝罪してたんだよね。で、あーなんだ、謝罪してやめないんだと思って、次の週安住さんになっててさ、安住さんはさ、土曜日の夜の番組もやってるからさ、金曜日は多分オフなんだかね、朝早いのから今度夜遅くなるから、そのため金曜日は香川は
さんがやってたんだと思うんだけど、来週からはね、なんか都会引っかいで違うアナウンサーがねやるみたいだよ、朝の番組。俺好きなんだよね、どっちかというとその6ちゃんが朝はね。って言ってる間に大当たりしましたまた俺が歌わずにね、済みましたじゃなくて歌いたい。はい、ということでですね、あのさ、その香川照彦さんの事件っていうか、そういうことが昔ね、何年も前、2、3年前でしょ、それでなんか性的ななんちゃらっていうやつを今更さ言われてもさ、本人は困っちゃうわけどさ、それを見てね CM が降板とかね、司会を辞めますとかね。でもさ、それってさ、その 2,3 年前からその人はそういう性格でそういうことをしちゃってる人なんじゃん。何一つ変わってないよね。はい、って言ってね、4000発行きました。少女 A もあったっけ、シンプルモードの時ね、見かけてないね。え、少女 A って、少女 A はないね。シンプルモードないよね、確かね、少女 A はね。ない。確か、だからミーアモーレと、スローモーションと、あと、ナンパ先輩と、ね、これまたほら、見て、ここ。連続。はい。ナンパ戦問題と、あとこれ、スローモーションレディね。この4つだよね。でもう一つのレッドモードをちょっと思い出してみましょう。タトゥー先輩とデザイヤー先輩と、あとは2分の1の神話先輩と、あともう一個何、あと何、もう一個アハ体験なんだろうねって言ってる間に、こちらまた出ました。こちらナンパ戦先輩、ようこそ、聞いてください。はい、ここではね、今回また俺喋ります。なぜかというとね、ここ喋んないとね、やっぱりね、著作権問題でね、なんか収益化ができないんですよ。だからちょっと喋ります。でもね、歌った場合はね、俺音痴だからね、認定されないんですよ。これは中森明菜先輩の歌じゃないってね。だから俺歌うかここ喋るかどっちかね。そういうのさ、パチンコのさ、なんか他の配信の人もさ、その曲の時だけさ小さくしたりさ、声を張り上げたりするでしょ。でも俺歌っても大丈夫なんだよ、おかしくないねということでね、あ、そうだ、サザンウィンドウだよ。もう一人、そのレッドモードの方、口パクパクのね、忘れちゃいけないサザナちゃんでしたっていうことで、ほら左上ね、プレミアムのね、セカンドラブちゃんでした。っていうことは、そのセカンドラブのところが、このレッドモードの時ね、最後のこうやって入れ替わる時、何なんだろうね、何ちゃんがいてくれ。真ん中はさ、あのデホのさ、アキナちゃんでしょ。ほんでそうやってタトゥーちゃんとデザイアーちゃんとサザナちゃんとね、あともう一人、今度なんだっけ、その2分の1は神話ちゃん、どれかがさいなくて、何かがいるのかね。ね、ちょっと気になっちゃった。そこのところ、今ここにすぐ入れたいと思います。ほい、左上ちょっと見ておいて、これレッドバージョン、ほら、おー、全員いましたね。うん、なるほど。今回ね、こちらホワイトモードの場合ね、シャッター閉まった時のね、ほらチビナがたくさんいるでしょ。そのチビナは、ここの演出のチビナで溢れてるはずなのに、左上のねチビナがスローモーションのチビナなんですよね、本来だったら。だけどこりゃね、参ったな、ミステイクで、セカンドラブのねチビナちゃんに入れ替わっちゃってた。それだとさ、大当たり濃厚、次の演出がね、その演出がね、復活するんじゃねえかってね、俺だからドキッとしたんだよね。さっきっていうか、あれ、これってあれって、スローモーションちゃんじゃないんだな、なんでこれプレミアのプレミアって、実はねそんな風に感じて、ハズレ後の復活が来るかななんて思ったんだけど、どうやら本来だったらスローモーションのチビナのところが、ほら似てるじゃん、なんとなく見た目が。髪の毛の色はね、スローモーション緑なんだけど、セカンドラブちゃんをそこはめ込んじゃったんだよ、デフォで。だからだよって俺はそう感じてるんだけどね。みんなどう思った？内緒だよ、別にいいじゃん、それぐらいの、いいよ、みんな内緒、よかったね。ホワイトモードなんてさ、ほとんどみんなここ来ない来ない来ない、気
気づいてる人なんていやしないって。どうかな、皆さん気づいてました？はい、ちょっとね気になる方はね、そのところねまたここぶち込みたいけど、まあそれはね遡ってねちょっとまた見てくれればそのシーン分かりますので、あの気になる人はもう一度ねご覧くださいって言ってね、そんなこと言ってる間にミアモーレ歌わないで終わっちゃいますね。またね機会があったらね、ミアモーレ、ミアモーレとデザイアね歌ってねえから歌いたいと思いますということで、またまあ懲りずにねまた遊びに来てくださいということで、今回はここまでで、チャンネル登録と高評価ポシュッと、またね。さあこれ最後の1回ね、ぜひとも見届けてくださいね。当たるかな。外れました。ここねもうねなかなかないよ、ライトミドルは分かってる。俺タンクトップでボタンをまたね。